どうもー、バント、つのいで、江戸まりです。お願いします。あのさ、はい、ポエムで世界一になれるかもしれないよ。そんなんなれるかいな、そんな。あ、っていうのもね、うん、この前、うん、自分が思春期に使っていたツイッター、うん、今で X のアカウントを見つけたんだよ、うん、いや、そんな思春期の時使ってたらデジタルタトゥーとか言うてめちゃくちゃ恥ずかしいんちゃうの。いや、それ見たらね、うん、自分のポエムの才能に気がついてしまったんだよ。ほんまかいな、そんな。誰でも見れるから見てほしいんだけど、まずアカウント名が黄昏の暗黒鳥。で、おすすめの投稿が池で泳ぐ鯉を見て愛を知ったっていう投稿とか、わわわわわ、私が好きなのはいざよいに舞い散る桜吹雪っていう投稿とか、私にまたうちなる般若が微笑んだっていう投稿があったんだよね。なんか恋とか桜とかそういうのが好きだったんだな。なんか、デジタルタトゥー和彫りやな、なんかなんか和彫りじゃない、なんか和彫りですわ、なんか。でもさ、なんかポエムの才能を感じなかった。いや、感じなくて分からないぞ、ダサい。だからポエムの世界っていうのはさ、うん、競争率が低いから、うん、一気に業界の先頭にまで行けるかもしれないな。銭湯は行かれへんやろ。どうもありがとうございました。改めまして、今回のお相手、江戸マリーでございます。お願いいたします。俺みたいなタイプうるさいやろお二方の芸風からすると。いや、本当に、なんか、見させてもらったんですよ。なんか腹式呼吸が勇ましいな、めちゃめちゃ声出てるな。いやいやいや、出してるつもりないで、普通の。いや、すごいっすよ、声がこの感じやねん。だからまさかと思って、なんかサウナに入ってるやつ見て、これはさすがにと思ったら腹式呼吸じゃあバカにしてるやん。俺らはもともと道端で漫才やってたから、マイクがないところで、それこそ車とかいろんな音がわー鳴り響くところで漫才してたから、でも大きい声で喋らんと伝わらへんかったのよ。癖づいてる。お家でもその声の大きさですか？はい、まあ、嫁にうるさいって言われるよ。あ、やっぱり。うん。どうしたら、どうやって出してるの？例えば、じゃあ、遊園地とか行ってジェットコースターとか乗る、いやーみたいなのは言う？はあ。あ、そうそう、それそれやん。それでずっと喋っといたらいいやん。はあ。うん、確か。で、ずっとそれで喋っといたら、自然とそれが普通になってくるよ。あ、内容がまず気になる、それだよ。なんて言ってんの？江戸マリのつのいです。お二人はもう、組んでからずっとこのスタイル？はい、このスタイルです、ね。何年目ですか？3ですね。あ、まだ若いね。芸歴も3年目？僕がちょっとやってて、大阪の NSC 入って。大阪の NSC 行ってた？はい。このタイプの芸人多かったやろ？多かったです。声でかかったですお前、ナベプロ行ったからってスタイリッシュにすなよ。もう四千頭身の後藤とかに憧れてるタイプやろ。センスでやってます。仲いいですけど。やろ、晴れよ。もともと吉本畑で育ったなら耳塞いでこっち来ましたもん。渡辺プロ、うるさいな思て。吉本卒で渡辺プロ入って、はい、で養成所で出会って。養成所です。これ組んだ経緯は何なんですか、お二人？リモートの相方探しやって、うん、鍋プロで、はい、で僕が、ちょっと飯でも行きませんかって言ったんですよ。それは相方として、一人の女子として見てる？いや、相方としてです、もちろん。おう、なんで笑ってるんですか？いやいや、だって綺麗やん。いや、なんかでも、すっぴんやって、ごっつい、なんか怖い顔したんですよ。ほうほう。で、この人何考えんのやろうと思って、で、飯ちょっと行って喋りましょうって言って、ほいで、その時に食うてた、その、ハンバーグ定食みたいなのがあって、そこに付け合わせのコーンがあったんですよ。おう。コーン俺嫌いやから残すんですよ。はい。で、角井さんもコーン嫌いやったらしくて、うん、コーン俺のとこにこうパッて入れてきて、ほう。で、俺もこれいらんすわ、いらんって言ったら、なんか角井さんは、はっ、運命だ。どこが嫌いなもんが一緒だったから。いやいや、おるやろコーン苦手な人いっぱい。いやいや、まず頼むものもなんか一緒
だって。うん、うん、まあまあまあ。そう、まず1ポイント。共通ポイントが。で、嫌いなものも一緒ということは、だいぶな確率ですよ。いや、それ恋愛ならわかるで、うん、相方を選ぶ上でそこどうでもよくない。いや、なんかまあ、それもあったし、喋ってて気合うなっていうのもあって、ほんでじゃあもう相方さんはこの人しかいない、番組だってなったわけだ。うん、じゃあそもそもなんか、一人でやろうかななんて思って。だからすごいよね、はい、鍋プロって何年かに一度こういう鳥居みゆきタイプ入ってくるよね。本当に。絶対吉本にはこうへんねん、こういうタイプは。そうですね。うん。最初からこうではなかった。最初どんなんやったの？ピンクの上下を着て。おい、はい。はーい、みたいな。キャラ入れて。はい。キャラ入れて。ってやってたら、その講師の方に、お前はそっちじゃないじゃん。暗いんだから。見抜かれたんや。ってやって、ピンクから真っ黒になった。でもそれ楽やろ、そっちの方が。今はだから素で生きてるってことや。そうですね。結構ハッピーよな。まあまあそうね、うん、ハッピー。喧嘩とかはないの、男女コンビで。あ、一回だけしたこと。どういう喧嘩？なんかちーちゃな。なんかオーディションに出す動画を、なんか、どっかで使ったやつやったんで、うんうん、それがなんかそのつかみが違うかったんですよね。違う番組のつかみをしてたんですよ。で、そこを切って送ったらよろしいやんとか言って、むつねさんはいや、一から撮ろう、撮り直そうと、一から撮り直そう。でも期日はもうギリギリで、はい、先輩のライブやって、うん、でちょっと時間がないってなった時に、はい、でとりあえずネタ合わせしましょうって言ったら、うん、ちょっともう一人でやるみたいな。いや、一人でなんかでけへんやんって言って、ネタどうしますって言ったら、何でもいい。ズラ腹立つな。いや、これズラだけが怒ってるみたいになってるけど、バーンも怒ってたよ。こんな顔してた。でもその女性やからその言えないんですよね、俺。強くはな。強く。あ、で結局そのライブ、うん、でもバトルかかってたんですけど。おお、大事やん。もういつもよりツッコミが切れて1位になりました。逆に A4 いった。A4 になりました。うん、だから普段からそのテンションの方がええんちゃう。で、翌日、なんか小さいサボテンを持って、これ、ごめんなさいの印って言って持ってきた。優しい。これなんなん、ちょっと、もちろん相方ではあるけどさ、やりとりが全部恋愛っぽいねんな。いやー。そのなんかサボテンでごめんねとかさ。いや、サボテンはもう口実ですよ。謝るんがちょっとなんかちゃうなと思って。もう謝らんかったらええやん。いや、それはそれでも思わないじゃないですか。え、あ、謝らないんですか、喧嘩しちゃうと。いや、だってどっちも悪くない時ってあるやん。はいはい。お互いの言い分どっちも正しくてどっちも悪くない、だから謝らんでええやん。まあでもその男と女がいたら大体悪いのは男。恋の話やね、それは。だから言うてんのよ。だからさっきから出てくる内容が濃いやね。でもそんなことないやもんな。そういうことは、そうですね。え、じゃあ組むってなった時からもうボケツッコミはこの形で決まってて。そうですね。つらりさんがボケで、はい、番組がツッコミでも決まってた。はい。へえ、はい。テンションを上げない芸風でいこう、もともと。じゃあなんか自分の素質というか、まあ素でいこうと。はい、番組も素。まあ、俺は賞味合わせてます。そうやろ。だ、絶対合わせてるもん。だいぶ無理してるやろ。いや、無理はしてないですよ。無理して黒のマニキュア塗ってるやろ。いや、これは自分が好きでやってますよ。寄せてるやん。やってないですよ。これ先ですもん。ほんま？はい。で、バンクは 28?8 です。で、常田さん年齢非公開でしょ。うん。俺も引っかかるやん。先輩としては。そうですね。なんかいろんな憶測を呼んでますよ、なんか。そうよね、いくつか分からへんもんな、うん、なんで非公開にしようと思った。なんかその、とらわれたくないというか、おう、その年齢という、なんか概念というか。ちなみになんですけど、うん、そのピンク色の上下着て、はーいって言った時は年齢は、年齢は言ってた。その時はだっせー。
だいぶキャラ入れて縛られてるな。違うよ、違う、こんな子違うんじゃん。いや、ほんまは、うん、あれは本当は、じゃあ、本当は結構困るよな。まあでもその、俺は人見知りなんですけど、うん、人見知りって言うようになって、うちら人見知りだよねって皆さん言うんですけど、うん、めっちゃ社交的なんですよ。はいはい、社交的なんかな。でもなんかその、人見知りの世界にちょっと入ってきてるんですよ。違う違う違う、人見知りはもう多分ガッチガチに幼少期からのがあるよ。それを頑張って頑張って芸人の世界になって、その楽屋とかが毎日毎日違うじゃないですか。毎日新しい人に会う、分かるよ。なんか叩き壊されてきてるっていう。それできるタイプはこのトーンで喋れるって。え、腹かな。いやいや、喋れる喋れる喋る。声でかい時あるしな。じゃあそれ電車の中で怒られる。電車の中でめちゃくちゃ声でかいんですよ。え、迷惑おばさんやん。ほんまにうるさいですもん。あのさ、いやちょっと全員、俺電車の中は静かやで。言うとくけど、つまみが。じゃあゾロはそれずっと同じなんです。チューニングができないんですよ。あ、大きい小さいだから電車の中でもこんぐらいで喋っちゃうから。なるほどね、通っちゃうっていう。逆にね、うん、え、じゃあやっぱ男女で組んでて大変な部分はないですか、バン君的には。男女という意味ではあんまないかもしれないですね。あ、でもそこはええな、うん、そういう意味で穏やかなんで、うん、別にそんななんかこう怒ることもないんで、うん、結構俺が好き勝手させてもらってる感じですか。ネタはどっちが書いてんの。ネタ僕が書いてます。あ、マン君が書いてて、それを従ってる側。はい、自分。いや、てっきりさっきネタ見る限り、その角井さんの中から生まれたもので喋ってらっしゃるんかなと思ったけど。ああ、でもだいぶ俺は角井さんにダイブしてます。そうか、潜り込んでくれてる。角井さんならこんなこと言うだろう、はい、こんな風な表現するだろうでネタを作ってんだよ。誰に憧れて芸人さんになったの。憧れあんまないないというか、見てたのはあの「跳ねるの扉」とか「粗引き団」とか、はあはあ、あと「笑う犬」とか。あ、もう、ね、いわゆるお笑い好きが見る番組見て、はい、とか見てたんで、うん、だそういった方々。え、それ見て、あ、じゃあ芸人になりたいなと思ったってこと。はい、なりたいなと思った。で、まあなんかいろいろその後にマイケル・ジャクソンやら、うん、マリリン・モンローやらにハマって、ほう、なんかそういったまあスーパーバスターと言いますか、なんかそういったスポットライトに当たるっていう要素も加わり、まあ、芸人になってると。そ、女優さんとかそっちはなかったの。だっておきれいやからさ、そっちでもええわけや。面白くないですか。いや、面白い女優さんおるで。いや、いますよね、うん、今の撤回早いな、撤回まで。芯持てよ。ダサいな、そこ。お前なんかブレてるぞ。いろいろキャラが。年齢ももう言うてもええんちゃう。俺多分年齢も20代そこそこやろ。多分同じぐらいやろ、言うても。まだ笑う犬だったり跳ねるの扉だったりとかで。そう言うてるもんな、うん、あ、もう30代入ってんのか。で、いいよ。何が割れますって。20代やったら光るとか言いそうや。そうですね、笑う犬と跳ねる言うてるから。もう30代入ってんのか。なるほどな。深夜帯ですもんね。深夜帯とかも。深夜帯。あ、もう火曜の夜中やってる。あ、30中盤か。もう無理すなって。お前30中盤お笑い好き女やろ。すごい。学校のカバンに、うん、あの又吉さんのサインとか。もう又吉のファンはもう30代中盤。どっちピースの頃。アームストロングさん。アームストロング。安村の元コンビね。安村さんのサインも入ってる。あ、じゃあもうものすごいお笑い好きやったよ。だから、あの、吉本が好きでした。吉本に行くはなかったの、選択肢として。吉本怖かった。何、どの辺が怖かったの当時。なんか体育会のイメージ。あー、縦はきっちりしてるからな。じゃあ自分に合わないか。うん、で鍋プロ優しいし。優しそう。うん、行こうかってなったのか。でもなんかその芸人になって喋ってたら吉本の人みんな優しいから、うん、いや優しい優しい、いいなって、うん、
まあもともと好きやったやもんな、うん、バン君は誰に憧れて芸人になると思ったの？ダウンタウンさん、志村けんさん、島田紳助さん、もうど真ん中や。ど真ん中っすね。俺ら世代みんなが通るやつ。だそこまで現役バリバリでネタやってるとか見てないの？あ、そうですね、見てないですね。ゴッツとかではないもんな。あのゴッツ DVD とかで、あ、はい、見ました。で、まあおもろいなっていうので、はい、バカ殿とか見ておもろいなで、はい、芸人になりたいな、はい、ゴッツとか見てたやろ？見てないし。リアルタイムで見てないよ。え、リアルタイムじゃないよ。笑う声のはリアルタイム？笑うタイム、笑うタイムって何？笑うタイムって何？笑うタイムって動揺してそれで芸人の世界に飛び込んだっていうか、口説かれるやろ？いや、全然ないですね。ないの？うん、なんかマスコットっぽいんじゃないですか。マスコットっぽいかな。女って感じじゃないというか。いやいやいや、30代中盤を隠して一生懸命キャラ作って漆黒のキャラを演じてる、めちゃくちゃ女子やで。可愛いなと思うで。中盤じゃないよ。中盤じゃないよ。30代じゃないよって言わない。いいよ。何が？じゃあ非公表にするからやん。そうですね、それは気になりますよ。そういうことなんかな。そうそう、非公表じゃなかったら引っかからへんもんな。それをその、なんか非公表とかで年齢を探る世の中っていうのもいかがなもんかな。とらわれてないか。でも世代的に近いんでね、多分同じやろ。とらわれてるから非公表にされたんですもんね。確かに。逃がしませんよ。こんなに言われることないもんな。みんなさらっと言い張るから。そうやろな。芸人になる前は何してたん、角井さんは？は、まあ、あの普通に働いてたり。会社員？うん。どれぐらい？うん、わかんないし。で、どれぐらいかわかるよ、会社員時代。一通りと言いますか。一通り。自分の年齢探られたくないから、会社員時代の年数言いたないのな。合算でバレてまうから。う敏感になってるからもう。え、じゃあ会社員やってたよ。はい。会社員やってて、そのまま会社員の人生を進んでいくこともできたよ、うん、でもやっぱお笑いやりたいが出てきたんだ。はい。で、辞めて、うん、で、学校行こうとなった。マジカルラブリーさんが優勝した年に優勝して、もう次の日ぐらいに会社辞めますって言った。ええー、2019かな、ラブリーが優勝したのは、はい、そこまで会社員やったよ。マジカルラブリーさんがその無限大に出てた時に、と見てる、ちょうどマジカルラブリーの組み立てに無限大で見てて、通ってたんや。同じ年月経ってんのに、なんか手下差だなって思っちゃって。ああ、なるほどね、うん、自分がそこまでこう上がってるかって考えた時に、そう、片方は夢叶えてて、お、自分はなんか夢諦めて、クサクサしてたから、それはもうちょっと人生一度きりだしと。そっか、じゃあ仕事やってて6、7年経ったマジカルラブリー見た、こんなに差がついてるとは、はい、で、やめて鍋プロ行こう、で今 4,5 年経ったとこだろ。そう、32ですね、じゃあ。はい、今大学卒です。22歳で、まあ会社になったとします。まあ6年働きました。28で、で2019年に会社辞めて4年、4年5年経ってますんで、いろいろとヒントを散りばめてしまった。回収されてる。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。